はい、どうも、ランナー犬塚です。今日はコメントの方でリクエストをいただいてまして、こちらのラットシューズさんの新作のレザーサンダル のダイナというモデルの紹介の方していきたいなと思います。それでは早速いきましょう。はい、じゃあデザインの説明の方もしていきたいと思います。で、ダブルモンクストラップっていうモデルなんですけど、結構いろんなメーカーさんとかでもやってる、ベーシックなモデルですね。でカラーが3色ありまして、こちらがキャメルで、あとダークブラウンで、こちらダークネイビーになります。で、バックルがこちらの2色は真鍮のゴールドですね、バックルを使用してまして、でこちらだけ、真鍮なんですけどダール加工っていう加工を施してあって、ブラックの真鍮のバックルがついています。こちらの特徴なんですけど、前後にバックルが2つついてますので、足の形に沿ってサイズ変更をできるっていうのが特徴になってますね。はい、じゃあ素材の紹介の方していきたいと思うんですけど、まずこちらの天板ですね。天板にはベンズレザー使ってまして、ベンズレザーってベルトとかに、使われる素材で、すごい繊維がこう詰まっているところなんで、こうしっかり硬い丈夫な革になってます。なんでこう歪みにくいっていう特徴がありますね。で、このアッパーなんですけど、ラットシューズさんのオリジナルのアンティークの革を使用してまして、アンティークなんですけど、こう厚みはしっかりあるんですけど、非常に柔らかくて足当たりがソフトという特徴があります。はい、じゃあ最後にソールなんですけど、ビブラム8327番のソールを使用してまして、軽くて丈夫ですね。これが特徴です。で、ここ形がラウンドしてるんで、土踏まずのところにこうフィットして履いた感じがかなりいい感じです。はい、履いてみたんですけど、僕が足が26センチぐらいで、今回は27センチぐらいの着用してます。これぐらいちょっと余裕があった方が個人的には好きかなって感じで、やっぱりこの辺の素材が柔らかいんで、すごい足当たりがソフトな感じでかなり履きやすいですね。あとやっぱ軽いですね。はい、そういう感じなんですけども、今回もこちらの URL の方を概要欄の方に貼らせていただきますんで、気になったらそちらの方からぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまででございます。チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。それでは、さようなら。